あのアリの番組で紹介されたらしいんですね。えー、アリオシさんニュースですという番組でですね、2018年にですね出版されたユーチューバーが消滅する未来ということで、人工知能がユーチューバーにななってしまってユーチューバーというのは失業するんだというのが最新お金儲けニュースとしてですね紹介されているわけですね。現在のユーチューバーもそれぞれが特注品なんですよ。アート作品と言ってもいいですよね。それぞれが個性があって切り口が変わってて他に 二つとない人らばっかりなんですよ。みんな同じように見えるかもわかりませんけども <laughs>。しかしユーチューバーっつうのはですね人間なので見た目も声もどんどん変わっていくわけですね。思想も変化する場合もあるんですよ。だから昔好きだったけども最近はいまいちっていう場合も多いんですよね。もちろん中には熱、ね、心なファンがもいて変わっていくユーチューバーをずっと追いかけてずっと好きっていう人もいるんですけども、大部分の人はその初期の一番メジャーだった頃のユーチューバーその人が好きであってですね変化っていうのを望んでないんですね。 ファンというのは変化を望んでない。それはもうあらゆるタレントさんにも言えることなんですけどもですね。例えばその？ 黒澤明の作品だって、やっぱりその七人の侍とかですね何だろう用心棒のファンはすごく多いんですけども後期の黒澤作品のファンっていうのはあまりいないんですねマツコ・デラックスが好きなです、ね、昭和のアイドル松田聖子中森明もいまだに新曲は歌ってるんですけどもそれはもうよっぽど好きな人でないと必要としてないですねみんなやっぱりその黄金期のアイドルの曲は聴きたいんだけども今のはどうでもいい多分どんなアーティストもそうだと思うんですよ。ママニア以外にマーケット ないんですよね、つまりあらゆるアートあらゆるユーチューバーあらゆるタレントあらゆる芸術家は季節商品であってですね普遍的なものではないだその意味で今コメントに流れたんですけどもあんなに長い間黄金期やってる作家ってなかなかいないんですけどあの秀明もすごいですよね。でユ、えーチューバーも同じですねその一番人気ののある瞬間の切りり口とか、 声とか見た目が求められるとなのでこれって実は AI で再現可能でもあるんですね今の技術的に可能って意味じゃないんですよ今の技術の延長線上で別に十分可能性があるというふうな意味です同じくですねその芸能人とかタレントとかお笑いの芸人さんの個性もミュシャのあれと同じなんですよ今だったらデザイナーの誰でもミュシャ風の絵が描けるようにですね。 将来は再現が可能になっちゃうんですね。不気味の谷がなくなるんではなくて、不気味の谷を僕らは慣れてしまうわけですね。でしまいには不気味の谷がない方が不安になってくると。 だからあの女の子の写真とかで昔はその輪郭強調してたり目を大きくしてたりなんかまつげスつけてたりカラコン入れてたりすると不自然に感じたのがだんだんそっちの方がよく見えてくるから持ってない写真いわゆる顔を盛り上げてない写真は人に見せられないと思うようになってくることが多くなった。 これも世代の差なんですよ。多分40代50代ぐらいの人はそういう写真は不気味と感じるようになってでも20代ぐらいの人はその不気味ぐらいやってくれないと人に見せれるものにならないというふうになってくるこれが不気味のの谷いいうのが消えていく現象ですね。技術が上がってきて消えていく場合もあるし逆に言えばその強調された不気味な方が本物に見えちゃう場合もあるってことなんですね。これがそのえー タレントやお笑い芸人やアイドルやユーチューバーの持っている喋り口個性見た目の動画そのものが AI で実は再現可能だと僕が話している論拠です一つは技術的な進歩によってそれは可能になるっていうこともう一つは見ている僕らの目がより人工的なものの方が自然に見えるって恐ろしい現象ですねだって人工的に作ったものは黄金期の彼らが見えるわけなんですよ黄金期のヒカキンが 人工的に再現されたものともうかなり追いぼれてきて顔もシワだらけでなんかこう表情も左右が非対称になってというような「ヒカキンとどっちが僕らは本物の「ヒカキンとするのかそれはもう10年後の僕らでないとかないいとかんですね。これがなんか僕が考える技術の進化によってあらゆるなんだろうなタレントとかあの動画に出てくるような人僕を含めてですねそれが AI によって置き換わるだろうという技術的なまず。 考ここからはですねその社会的な考え方になるんですけども AI で再現されたそういうタレントとか芸人っていうのは 仕事を選ばないんですよね当たり前ですかどんな仕事にも出てくれるわけですよでいつまでも年取らないわけですよ便利なんですよでおまけに無限に仕事できるんですよ松本人志 AI は松本人志っぽいことを言ってくれるわけですよでそれは本物の松本人志が出す100点の松本人志にはかなわないかもわかんないんですけども常に95点の松本人志出してくるわけですねでたまに105点の松本人志も出してくるわけなんですでその精度が年々年々上がってくるわけですね 有吉のツッコミみたいなものも、有吉のツッコミにはかなわないと思うんですね。初期のうちは。で、みんなが、いや、やっぱあんなものダメだ、ダメだと言っているうちに、一年経って、二年経って、三年経って、どん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 運用しているうちに、本物の有吉より言ってほしいことを言ってくれる。そうなると、本当の有吉が言うようなブレがあることとか、みんなの心に有吉らしいなって思ってもらえないことが、逆に言えば、みんなちょっと、これ、有吉じゃないんじゃない。本物の有吉が。 有吉に見えなくなってきて AI の有吉こそが有吉っぽく見えると。それはなんかあの芸人さんがですねあのテレビに出る時に「いつものやつやってくれ」って言われるのと似てますよね。 みんないつつものやつやってくれて言われて、くれれ言わでも本当は新しいこれがやりたい今自分が面白いこれがやりたいでも売れてるあれかつて売れたあれをやってくれっていうふうに言われるわけなんですけどそのかつて売れたあれをやってくれが全て AI がやってくれるようになるといつの間にか本人そのものはお座敷がかからなくなってくる注文注文がなくなるんですよね。でそうなるとですね、まあ、ギャラも安いですからですね人間ははと言ってもいいですし、本物は 機械との競争に勝てないと僕は考えてるんですよ。機械が人の仕事を奪うと、そしたらどうなるのかというと、人間はもっと人間にできしかできないことをやればいいじゃないかってよく言,言ったんですよ。昭和の時代から言われてました。で、昭和平成令和ときてよく分かったことは、人間にしかできない仕事っていうのはよっぽど。 特別な人間しかできないという意味であって平凡な人間にできることは優秀な機会はもっとうまくやれるということがどん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 分かってきたわけですよね。それぞれのですねその AI が作るものっていうのは最初は幼稚で陳腐で稚拙で安っぽいんですよだからみんな笑うんですよ。でもそれはフル CG の映画と同じで。 フル CG の映画なんてみんな最初見た時にシェンムーの最初の映画とかとかですねあとピクサーの最初の映画とか見た時にこれは映画にはならないうまくできている面白いけど工夫があって面白いけど映画にならないというふうに言ってたんですけどももうなんかマーベルの映画なんて半分 CG じゃないですか半分以上って言ってもいいけど CG じゃないですかだからあのフル CG の映画の恐ろしさっていうのは動画映画の恐ろしさっていうのは決して進化が止まらないことなんですね。 その進化が止まらないので最初笑ってた人も5年後10年後見たらおお結構見れるなというふうになってきてで15年後ぐらいになってくるとちゃんと作ってくれよと安っぽい特撮見せるなちゃんと美しい CG で作ってくれよというふうになってくるとで今現在ちょうど007とか見てたら CG もいいんだけどやっぱり人間がやったアクション本当にやったロケ本当に作ったでかいセットかっこいいよねってまあデューンもそうなんですけど。 ううようになっているってて、ね、るちょうど CG と本当のセットとかロケっていうのが拮抗してる状態なんですよ。もうそれ20年前には考えられなかったことなんですね。CG はあくまで代用品であってすごいイメージを見せれるんだけどっていうのがあったんですけどだからもうここから先はコストの問題どっちが安いかですよね。チェニジアに行って砂漠の夕日を取るのが安いのか もしくはあのインダストリアルライターのマジックに頼んで ILM に頼んでチェンジアの UHIT を作ってくれた方が安いのかというふうな問題になっちゃうわけですね。機械の進化速度は一定であって、て決して止まらない。だから人間は機械に決して勝てないですね。 2017年のです、ね、年末に話したゼミで話した話で言いたかったのはユーチューバーが消滅するっていうのは一番その時にわかりやすいたとえ話として選んだんですけども本当にあの言おうとしたのは何かっていうと恋愛とかセックスとかアイドルとか母親の愛情とかですね人間の思いやりですねあとはまあ有吉さんを含めて芸人たちが持っているセンスや切り口などはいずれ全てその機会が取って変わると。 それにはいつなのかという差はあるし最初はダメだという条件はあるんですけどもでもずっとやってるとそのどんどん年を取って切り口が鈍くなってくる有吉より切り口が単,単調かもしれないんだけど年々ましになってくる AI 有吉の方がいいよねっていうふうになってくるその日は必ず来るってことですねこれはシンギュラリティポイントみたいないい加減なですね超未来のいつ来るか分かんないようなヨた話ではなくてもう本当にこの10年20年昔からを振り返れば確実に分かっていることばかり言ってるんですよ。だからまああの、年年年ですね。あの4年前前にに語ったた内容が3年前に出版された本のことを、まあ、 あの言われてるんですけども僕は今もその結論ですから、ね、その考えはでそれはユーチューバーが消滅するというふうに書いたんですけど正直言えば政治家にしてもタレントにしてもですね最初は単純労働で食べてたような人間が機械によって仕事を奪われるんですよで次は知的労働をしている人間の,の仕事が機械に奪われるんですよ。でその次は、センスですね。 センスとかです、ね、天部の才能でですねあの食っているような人間の仕事が AI に機械に奪われていくとこのすごく大きい流れの中の僕らはどっかのポジションにいるんですね。でこの大きい流れ自体はあんまり変わりないというふうに思っているので、まあ、こんな本を出したわけであります。